毎度おはようございます、ササレです。今日は西野家のメンチコロッケです。日曜日の朝です。おはようございます。まあ朝なんでこう 100% じゃない状態でもうビデオ取り出しちゃってるんですけど、はい。で、今から伺おうとしてる西野屋さんっていうのは、いわき市は小名浜にある漬物屋さんらしいんですけど、なんかそこのメンチカツとコロッケが絶品ですよって以前から多数コメントいただいてたんですよ。それで調べてたら、なんか9時からオープンらしいんで、もう日曜日の朝には最高やなと思って、このテーマ選びました。今日ちょっと思ってるんが、そこの、まあ、メンチとかコロッケ買って、ちょっと食パンに挟んで、コロッケサンドとかメンチサンドっていう朝ごはんどうやろうと思って。最高ちゃいます。マジで。朝からテンション上がる一品作れるかなと思って。だからそういうなんかいろんな条件が重なって、今日は西野屋さんで行きたいと思いますんで。まあまあ、ここでまたぐちゃぐちゃ言ってても仕方がないんで、とりあえず行きたいと思います。本日もよろしくお願いします。西野屋メンチカツ、さあ行くぞ。で、今日はこの常磐バイパスのドライブ風景とともに行こうかなと思うんで、毎回毎回同じことやり続けても仕方がないなというところで、まあこれはもう何回かやってこすってるネタではあるんですけど、ちょっとだけこれで行きたいなと思います。というか僕一切現金持ってへんことに今気づいてしまってアプリとか使えへんすよね、絶対。アプリとかクレジットカードとか。いやー、参ったな。とりあえず、ちょっとお金下ろさなあかんな。しまった。あかん。ついてもうた。ついてもうた。お金あらへん。ちょっと待って。コンビニ寄らなあかん。はい。というわけで、ちょっと通り過ぎて、どっかコンビニ寄って、行きます。ちょっと一旦お金下ろしてきます早くキャッシュレスにしましょうね。ちょっと U ターン状態やけど行きますよ。ここやな。いや、しまった、通り過ぎた。ちょっと待って、通り過ぎてもうた。あー、もう今んとこやんか。着きました。ここやな。着きました、西野屋さん。着きましたね。はい。なんかいろいろと寄り道したけど、とりあえず降りて行ってみたいと思います。ここです、西野屋のコロッケハウス、ここです。では買ってきます。そして光り輝くホットスナックコーナーでございます。僕が頼んだのはコロッケ、メンチ、アジフライ、カニクリームコロッケ、この4種ですね。で、こちら本館の漬物も合わせて買いました。買いました、西根屋の揚げ物各種と漬物お前どんな買うねんみたいな。爆買いですわ、爆買い。でもなかなかいい買い物ができたと思うんで、帰ってお披露目したいと思います。よし、帰ります。ライフスタイル、買ってきました、朝食セット。朝食セット買ってきましたよ。これがあの揚げ物各種で、これが漬物、なんかおすすめされた漬物で、これが食パンとキャベツ。これだけでやりきった感もう、まあ終わらないですけどね、終わらないですけど、やりきった感あります。はい、よしよし、何からやっていこうかなって感じなんですけどはい、何からやっていったらいいんだ。まあ、とりあえず飲むかで、この今並べたやつが関西に住んでる仲間夫婦が送ってくれたんですよ。僕ビール大好きなこと知ってるから、みんなそれで飲んでっていうことでいただきました。いや、マジでありがとう。ほんまにありがとう。この場でお礼させてもらいます。ありがとう。これが、その送ってくれたんが、富士桜高原って、なんか結構ね、調べてたら、世界で賞も取ってるビールらしくて、でも最高じゃないですか。最高。だから今日はもうこれでいきたいと思います。とりあえず飲むか。もう、ぐちゃぐちゃうるせえな、お前って感じなんだ。
多分これ黒ビールやと思います。マジで最高のこれ以上ない朝モーニングでは皆様おはようございます。乾杯。おはようございます。うまいコクがあってうまい。漬物はもう初にしようか。漬物のタルタルだけ買ったんで、ちょっとこれだけ置いて、漬物はまた、まあ、紹介できたら紹介して、ちょっとこれ冷蔵庫入れておきます。で、僕が買ったのは、すごいっすよ、マジで。フルコース。これが、コロッケとメンチカツを2つずつ、とりあえず買いましたね。で、カニクリームコロッケ。やばいやつ。で、アジフライ。なんかあとまだいっぱいあるんですよ。とんかつとかエビフライとかいっぱいあったんですけど、もうあんまり買いすぎてもあれやなと思ったんで、もうとりあえずこう僕の好きなものを全部好きなんですけどね。エビフライもとんかつも好きなんやけど、まあ、ちょっと朝を意識してこれかいみたいな感じなんですけど、朝に食べてもうまそうなものを全部選びました。であとはこれ究極の食パンっていうやつと、まあまあファミリーマートで あのカットキャベツ買いましたね。とりあえず開けるか。とりあえず開けよう。では西野屋さんの揚げ物各種いただきます。とりあえずもう何もせずにシンプルに食べてみよう。いただきます。運命コロッケこれうまっ。じゃがいもがぎっしり詰まりすぎやろみたいな。ちょっとやっぱソースも欲しいな。ちょいソースをかけて。コロッケうまいな。コロッケうめえ。多分僕がいわくで一番ジャンキーなことしてる。一番ジャンクなことしてる。わからないですけどね。朝から焼肉食ってる人もおるかもしれんし、いやお前よりもジャンクなことしてるわっていう人もいるかもしれないですけど、これ朝10時にこれ食い出すって相当ですけどね。はい、次はメンチいってみるか。メンチいただきます。なんか前もメンチ食った時になんかメンチの味に感動したんやけど、いやメンチってやばいよな。じゃあ次はこの漬物タルタルっていうのをかけてみたいと思います。で西野屋さんは漬物屋さんなんですよ。漬物屋さんで漬物もいっぱい買ったんですけど、漬物屋さんの傍らこうフライ屋さんもやってる、フライ屋さんこういう揚げ物もやってるっていうので、めちゃくちゃいろんな種類の漬物があったんで、今後あれですね、この僕弁当をいつも持ってってるんですけど、弁当のこう添え物として、いや最高やなと思って、キムチとかも売ってて、キムチとかも大好きなんで、じゃあこのアジフライタルタル、やばい、ちょっと待って、重いアジフライタルタル、いやいやいうかタルタルうめ、これなんかアジ食ってんのかタルタル食ってんのかなんかね、タルタルがうまいな。これタルタルの味がすっげえきたけど、まあ普通にアジもうまい。じゃあカニクリームコロッケいただきます。うまっ、まろやか、超クリーミー。ちょっとこの究極の食パンで挟みたいと思います。ちょっと待って、これどうやってやんのこれ。どうやってやんの。半分に割るか。てかなんかちっちゃいよな結構。でここに食パンにカットキャベツを乗っけて、ここにコロッケ、この半分にこっちに行くと、まちょっとポロポロポロ、これで中濃行くと、中濃行って、これを挟みたい、いけるか。こんな感じですね。いや、俺のイメージと違うけど、まあまあこれで一回いってみます。いただきます。まあたどり通じない、いろいろとたどり通じない。もうやばい、小麦に支配されてるっていうか、ちょっともう分厚すぎた。この食パンが小麦がすごい、パンが勝ちすぎてる。まああんまり普段僕パンって食べないんですけど、パンもそれうまいんですよ。小麦と
揚げ物のタッグなんてもうね、このコンボが最強すぎるからみんな体でかくなっていくわけで、でもこれは間違いないんですよ、間違いない。ここにもう一スパイスいっておきます。はい、てかもうこれやばい、これうますぎるって。いぶりがこれタルタル、あはは、そういうことか、カットしながらのがこれ、ね、全然酸っぱくなくて甘みがあってうまいです、めっちゃうまい、キムチ。なので皆さんもぜひ西野屋さんの漬物とフライ求めて行ってみてください。ビールのあてには困らない店なんでもうずっと飲めるもん、もうこのキムチと漬物とビールでっていう感じですね、はい、ちょっとガチャガチャになってしまったビデオかもしれないんですけど、本日はありがとうございました。これからも何卒よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。変化口前ビデオ See you next time ポービールありがとう、チャンネル登録よろしくお願いします。ポー Good time.